酒井和樹さんは広島県尾道市立大学大学院の美術研究科修士課程を修了後、広島県内外で個展やグループ展を開くなどの活動をしている画家です。工事現場をテーマにした風景画などを描く酒井さんのユニークな発想とデッサン力に魅了されたテアの店主栗田正文さんが直接酒井さんとコンタクトを取ったことをきっかけに、平成27年から毎年テアで個展を開いています。今回の個展では酒井さんが住む尾道市内の風景画を中心に、油絵6点、ボールペンによるスケッチ5点、そして T シャツ1点の合わせて12点が紹介されています。油絵は動物の皮や骨などから作られる接着剤のニカワ液を塗っているキャンバスを使っています。その上に主に黒色で細かい線を幾度と重ね、建築現場の様子を描いています。中には100号サイズの大きなキャンバスに描いた作品もあり、その迫力に圧倒されます。酒井さんの作品展未だ工事中2017は三田のカフェ&ギャラリーテアで今月26日まで開かれています。また最終日の26日にはワークショップ鉛筆またはペンで描くが午後3時から開かれます。参加を希望する場合はカフェ&ギャラリーテアにご連絡ください。